皆さんこんにちは、講師の塚越です。パパの育児応援塾パパ力アップ講座始めたいと思います。まず、このコンテンツですね、皆さんに紹介するためにファザーリングジャパンのご紹介をさせてください。私この理事もやってます。ファザーリングとは父親であることを楽しむ生き方、これを推奨している父親支援の NPO になります。我々のミッションは良い父親ではなく笑ってる父親を増やすことということでね、笑ってる父親の隣には笑ってる母親もいてね、夫婦笑ってれば子供も笑ってんじゃないのと、まあ、こんな活動イメージしながらですね、いろんな活動をしている団体になります。今日はこの団体からのねコンテンツをいくつか皆さんにご紹介を差し上げたいというふうに思います。まずパート1ですね、パパ力ということで大切なのはですね、対子供よりも以前にですね、対パートナーなんですね。でこのパートナーシップの分岐点というのは妊娠出産から始まりますので、まず妊娠出産期のパートナーシップの分岐点お話を差し上げます。でこちらまずですね、女性がママになっていく、男性がパパになっていく、まあ、よくねスイッチで例えることがありますね。ママはねいろんなタイミングで、女性がねママに変わっていくときにいろんな機会がね、ございますが、パパどうかなっていうとね、パパ特に変化なしじゃないですか。例えばね、まあ妻がね妊娠したからって急に席譲られたりしませんからね、なかなかパパは変わる機会がないと言われています。でここでファザーリングジャパンではね OS を入れ替えようという言い方をしています。パソコンのオペレーティングシステムですね、ママは最新の OS が自動インストールされてくるようなイメージ、まあ今だとね Windows だと10とかね365とかですか、それに対してね変わっていく妻を見てね夫は焦るんですね。焦った夫何やっちゃうかっていうとね、自分の父親の OS 持っていくんですね。これ古いでしょ、 Windows だと95じゃないですか、で10と95バッティングしたらパソコンフリーズしますよね。皆さんパソコンフリーズしたらいつもどうしてます？まあ再起動かかればいいけどね、強制終了ですよね。まあ我々これ強制終了離婚と呼んだりしてるんですが、まあ、NHK はねこれ産後クライシスという言い方をしてね特集組んで本まで出しているぐらい、夫婦の危機は実は産後にあるんだなんてことまでね言われています。なのでこの OS をねパパたちは自動でインストールされてこないんであれば自分で買いに行かなきゃいけないという工夫が必要になってくるということですね。ただね今日聞いてる皆さんは多分ね OS 新しいんじゃないかなと思うんですね。こういう話は5年10年前はねよく響いてたんですけどね、皆さん新しいから Windows 多分10でしょ、夫婦同士で10同士で、ね、その上で動くアプリくださいという方の方がね増えてるんで、まあ安心はしてるんですけどね。ただこの OS ちょっと身に覚えがあるぞという方はね気をつけていただけるといいかなというところでございます。そしてパートナーとの良い関係づくりですね、ママがパパに一番してほしいことはということでね、ママに対する言葉掛けや気遣い、このベースにあるところですね、これがとても大事ですということです。エピソード2つ紹介します。私こういう活動をしているとですね、セミナーの後はね感想を言いに来てくれる人がいるんですね。あるママがやってきてね私に言いました。うちの夫はねよく育児も家事もやってくれますって言うからね、あ良かったですねって言ったら、いやそうじゃないんですと、毎日息が詰まりそうですって言うんですね。よくよく話聞いてたらですね、そのパパ表情を一つ変えず黙々と子供にミルクをあげ、気づくと部屋が片付いていてキッチンが綺麗なんですって。ただ私には一言も声をかけてくれないから、私は毎日息が詰まりそうだって言ってるんですね。その彼一生懸命これやってるんですね、実際の育児家事多分ママのためにやってるんですが、実際のママは苦しいって言ってる。なぜかって言ったらこのね一番下ママに対する言葉掛けや気遣いがないからですね。で一方で別のママがやってきて私に言いました。ね、塚越さん、イクメンって分かるんだけどうちの夫忙しいし毎日夜も帰りは深夜ですと、とてもじゃないけど育児家事できませんって言うからね、あそれは大変ですねって言ったら、でも彼はどんなに遅く帰ってきてもその日の私の話を全部聞いてくれるので、私は次の日新しい気持ちで育児家事に向かえますとかって言ってニコニコ笑ってるんですよ。ね、彼一生懸命これやってるんじゃないんですよ、これ一分もやってないんですよ。ね、一番下ですね、ママに対する言葉掛けや気遣い、どうやらこれをやってるみたいです。LINE とかが飛んできてね、子供の様子をね、教えてくれとかね、写真くれとかね、お前体調大丈夫かとかね、そういうのが休憩時間やランチの時間に飛んでくると、ね、彼女は言ってました。まるで彼が隣にいるようだという言い方までしてましたのでね、まあ、よっぽどこれがうまくいってるんですね。こういうことを考えるとですね、まあ、オンライン、ね、最近よくできますのでね、出張中だろうが単身赴任中だろうができることはあるのかもしれないということでね、まあ、このあたりも皆さん参考にしてみてください。続いてパート2です。パパ力というとね、やはり対子どもということになると思いますので、その話をしていきたいというふうに思います。子どもは母親に任せとけばよいなんていうふうにね、もし考えている方いらっしゃったらですね、ここでアップデートをしておいていただきたいと思います。
子供が好きな人ってこの3つなんですね。会を与えてくれる人、食事排泄などお世話をしてくれる人、安心安定を与えてくれる人、いつもと一緒の関わり方繰り返し同じことしてくれる人、興味関心を与えてくれる人、遊びや楽しさがある人、変化をもたらす人です。なんで子供や母親、ママが好きなのか、それはママがこの3つをやってるからです。パパがこの3つをやればパパを好きになるし、保育士がやれば保育士を好きになるんですね。以上ね。で、私好きな実験がありましてね、最新科学で迫る日本の子育てってね、これ NHK スペシャルの2回シリーズの2回目でやってた研究です。ここからは私が言ってるんじゃなくて、その時の番組のナレーターが言ってたセリフを皆さんにお伝えしたいと思います。母性という言葉があります。母性はもともと女性に備わっているものではありません。子供を産み2ヶ月3ヶ月育児経験をすることによって脳が変化し、子供への愛情が強まり、育児スキルが向上していくことが分かりました。これは男性でも同じことが起きましたという実験結果でした。大事なのは意識の高い低いではなくて経験だということですね。なぜ女性が母親になれるのか、それは子供を産んだからではなくて、その後の育児経験が脳を変化させたからなんだと。それは男性も同じ経験をすれば同じように脳が変化するということが分かってきているということですね。ただ日本の男性どうですか。例えば里帰り出産とかされちゃったら、ね、ママはその経験していくけどパパは置いてけぼりですよね。また長時間労働だったら家に帰ったらもうママと子供寝てたりしますね。また経験ができない、だから多くの、ね、男性たちがこの経験できずにね、社会的には父親と呼ばれてもなかなかそうなってこなかったなんてことはあったかもしれません。そして子供の発達に大切なのは愛情豊かな大人との関わりなんですね。ポイント2つあります。1つ目は大人です。これ親じゃないんですね。持ってた母親じゃないんです。大人なんです。だから母親だって父親だって大人だし、じいじばあばだって保育園の先生だってね、近所のおじいちゃんおばちゃんだって大人ですよね。そして次は愛情豊かということですね。たとえ自分がね親であってもね、愛情豊かに接することができないことってありますよね。体調が悪い、ね、仕事が忙しい、ね、そんな時はね、自分は愛情豊かな大人じゃないから、親であってもですよ、一回距離を置いて愛情豊かなじいじばあばに任せたりね、保育園の先生に任せたりということも大事なんだということです。これは子どもの発達にとって大事だということですね。そうすると親だけじゃなくてね、いろんな大人に頼りながらチームで子育てしていくということがとても大事になってくるというポイントになってきます。で、具体的な例としてね、子どもと過ごすヒントということで絵本の例を挙げてみましょう。ファザーリングジャパンではね、この読み聞かせもね推奨しております。パパの選ぶ絵本とね、ママの選ぶ絵本は違うなんて言われていてね、まあ、ママはね、感受性豊かなね、ストーリーがしっかりしたね本が好きだなんて言われてるんですけども、パパはね、例えばね、うんことかね、うんちっちとかね、こういうまあナンセンス本とかも呼ばれてるんですけどね、こういう子供が喜ぶね、絵本があるわけですね。内容はさておきね。で、これコミュニケーションツールって書いてますので、教育ツールでもないんですね。楽しい時間が過ごせる。で、そこにはパパの選ぶ絵本とママの選ぶ絵本が違うね。そういうことによってね、まあ、いろんな子どもはね、本にすることができるなんてこともねありますのでね、違っていいんですよということです。あとね、同じ本を見て顔や体を近づけたりね、声かけできるコミュニケーションツールとしてもやはり絵本はいいなというふうに思います。まずはね、視覚や聴覚で楽しめる本、たくさんございますのでね、小さい赤ちゃんの時から楽しめる本、まずそのあたりから始めてみてはいかがでしょうか。パート3はバリキャリでもゆるキャリでもないキャリアの在り方についてです。仕事も家庭もうまく回せると、これがねパパ力、またね一つポイントじゃないかなというふうに思ってます。まあ、バリキャリやゆるキャリみたいな言葉はですね、今まで女性によく使われてたんですけどね、ファザーリングジャパンでですね、全国のパパたちを調べた結果ですね、最初ね、そのパパたちをこのバリキャリゆるキャリに当てはめようと思ったらなんかうまくいかなかったんですね。なんて言葉使ったらいいのかなって思ってですね、まあ、造語として作り上げたのがこの育キャリです。で、この育キャリって何かっていうとですね、自分一人だけでなく子供やパートナーと一緒に成長していけるキャリアのあり方です。なので、例えばパパだけがキャリアを伸ばすことによってパートナーや子供が犠牲になったり、また夫婦でキャリアを伸ばすことによって子供が犠牲になったりってことではなくて、子供やパートナーも含めて家族みんなのね、やりたいこと自己実現が図れるために自分はキャリアとしてどうあったらいいのかなっていうね、試行錯誤しながら柔軟に考えるキャリアのあり方、
まあ、このね仕事かける子どもかけるパートナーで成り立っているようなパパたちがね一定数いてですね、これはその人の周りのキャリアが伸びるから育キャリって言葉がいいんじゃないかというふうにつけました。上昇志向やその中にね家庭志向や柔軟志向はそれぞれいたということでね、まあ、詳しくはねこの本を読んでいただければいいかなというふうにも思います。でこの育キャリを実現するためのフレームワークとしてねこんな形でご用意しました。まあ、ワークライフバランスって言葉がありますが、それはどうしても自分のワークとライフばっかり考えちゃう人がいるんですけども、育キャリはそうじゃないです。自分以外もですね、例えばパートナーのワークライフバランスどうかなとかね、また子供はねなんか我慢しちゃってないかなとか、また職場の仲間やねクライアントに無理強いさせちゃってないかなとかね、こういうことも含めての育キャリーですね。マネジメントって書いてるのはこれ管理職って意味ではありません。皆さん人生の主人公ですから、自分の人生マネジメントしてんですよね。でその中で自分の基本アクションを変えることで自分のワークとライフの実現、そして相手を変えることはできません。相手は変えられないんだけど、相手へのアプローチの仕方を変えることでもしかしたら相手が変わるかもしれないという意味での相手へのアプローチ変革という書き方をしております。でこれを実現していこうと思った時にはね、先ほど子どもの発達に大事なのはということでね、いろんな大人と関わろうなんていう中でチームで子育てしていくということ、これがとても大事になってきます。チームのメンバーは何もパートナーだけでもありません。家庭内家族としてね、じいじばあばもそうかもしれない、保育園の先生たちもそうかもしれない、テクノロジーもそうですね、あとはパパともママともとかね、職場の仲間やねボスたちもそうでしょう。そしてこういったね家事代行的なね第三者サービスも必要です。こういったねいろんな人たちの力を借りてねチームで子育てをしていくということがとても大事です。育キャリにはねこのチームの子育て切っても切れない関係だなというふうに思っています。はい、ではですねまとめになります。笑っているパパママを目指そうということでね、パパ力ということをねお伝えしてきましたけれども、まずね社会の基本は家族、仕事の基盤も家族です。家族が崩壊したことによってね仕事に集中できなくなったパパたちの相談をねファザリングジャパンで相変わらず受けます。まあ、ね、今日聞いている皆さんにはそうなってほしくないなというふうに思ってます。育キャリーというコンセプトね、家族みんなね自分の周りのみんなが目いっぱいそのキャリアを伸ばせると、でそんなために自分は何ができるのかななんていうこともね、考えてみてはいかがでしょうか。そして、子供は必ず巣立つんですね。どんな可愛い子も巣立っていきます。そうすると夫婦二人っきりに戻るんですね。二人っきりですよ。その時にですね、まあ、ラブラブで戻れるのかそうでないかはね、乳幼児期夫婦で二人でやってたかどうか、これがねとても夫婦関係にね影響を与えるなんてことも言われてます。パパとママでね、しっかり楽しんでいくと夫婦でね、でこれは夫婦の絆をもっとアップさせるということもあるでしょう。二人っきりになった時の夫婦がね、ラブラブであるようにね今からできること夫婦で子育てやってみてはどうでしょうか。そして今しか取れない育児に専念する父親時間、まあ、育休ですね、ぜひこういう機会があった時にね今回の改正法もうまく活かしながら父親の時間ねしっかり取っていただけるといいのかなというふうにも思います。でそういうのはね後輩たちも見てますからね、職場の後輩たちね、ぜひ皆さんがね育休取っていいんじゃないのっていうね新しいバトンを後輩たちに渡してみる、まあ、こんなこともね考えていけるといいのかなというふうに思います。はい、では私からねパパ力の強化ということでねお話を差し上げてきました。うまく活用いただけることを願っております。